本日は4月の14日金曜日に公開となります劇場版「名探偵コナン黒金のサブマリン」の海中アフレコイベントへお集まりいただきまして、えー、ありがとうございます今回スペシャルゲストとしてインターポールの海洋施設パシフィック V の局長牧野陽介を演じてくださった沢村一希さんそして主人公の江戸川コナン君です。皆様盛大な拍手でお出迎えください それでは改めまして、えー、名探偵コナン黒金のサブマリンに、えー、牧野陽介役として出演されてまさ、えー、い,います、沢村一樹さん、今回、黒金のサブマリンでパシフィック V というですねネタバレにな,れな,いならない程度に話さなきゃいけないんですけれど、ある施設がありますして、そこの局長をやっています。えー、なんだろう 意気込みとかかまたそのの後質問されるのかなちょっと緊張してます、なんか、このく雰囲気が、ああありがとう、ありがとう、慰めてくれて、緊張してないもんね、コナン君はね、そんなにね、ああいいなこのあと俺ね、アフレコもしなきゃいけないのよ、もうそっちのことが気になってしょうがなくて、今、でも、よろしくお願いします、正直、どうしてなんだろうっていうのはあったんですけど、ただ、あのー、 実際芝居でも謎解き、コナン君もすごいけど、僕も結構いろんな謎解いてきたんですよ、今まで。そういう意味で言うと、謎解きの物語に関わるのは僕大好きなので、僕でいいのかなっていう気持ち半分、あとは、やったっていう気持ちが半分って感じです。いや、もう僕の周りもコナン君と一緒に共演するんだっていう話をしただけで、やっぱりすごいね、コナン君ってね。 なんか僕,と僕の熱量よりもすごい高い熱量でみんな周りが喜んでくれたのでそれがかえってプレッシャーになってしまって台本をいただいてから一月ぐらいあったんですよ情報解禁までただただプレッシャーでしたみんなのその反響がまず台本がコナン君なんか当たり前だと思ってるかもしれないけどドラマの台本の5倍ぐらいの厚さがあるんですよこんな辞書みたいな台本が届いて。 この読み方かかかららなかったんですドラマの台本と全然違うのね、そのセリフの書き方も。どうしようってう、本当に試行錯誤から始まったし、声優の仕事も何回かやったことあるんですけど、<laughs> やっぱり声優さんってすごいなっていつも思いながらやってたので、あのずっとドキドキでした。まあ、とにかく、もう楽しむことが一番だなと思ってやりました。ううまくやろうとはもう思わずに コナンクの世界の中にポンともう楽しく入れたらいいなと思いながらやってましたあのずっと喋ってるうちにだんだん楽しくなってくるんですねで自分の声がちょっと俯瞰でこう見られるようにっていうか聴けるようになったりとかしてくるのは楽しかったですはいもう細かく指示を頂い,いてあとは話すスピードだったりっていうところから指示をもらった本当に基礎の基礎礎のからあの 導導いいてももららっったたとうか指を感じでしたえー、とそのパシフィック V というところの、まあ、局長という立場なんですけどリーダーというよりは僕の中ではバランサーのイメージだったので、えーまあ、プレイヤーはエンジニアたちがプレイヤーで、まあ、監督じゃないけどバランスを取るのが仕事なんだなっていうのはあのリーダーシップの中にもこう入れながら。 考えながらやってましたあんまり発揮しないですね、まあ、あの主演でやらせていただく時とそうじゃない時はその現場での言い方も変わってくるんですけどただ監督とはよくあの意見というか意見の言い合いはよくします、えー、っと水族館来たのは久しぶりです、ね、でも僕はあの若い頃デートとか行く時に水族館と動物園大好きで。 あの必ずと言っていいほど、まあ、定期的に行ってました<あ>水族館って自分が何もしなくても,もう魚たちが楽しませてくれるんで楽じゃないですか <laughs> あとは雰囲気ですねこの魚もそうだし建物も面白いし動物園もそうですけど動物も楽しいですけど動物園の,あの開放感とあとはまあ水族館は開放感というよりもなんだろう ただ魚たちにとってはね狭いスペースかもしれないけど僕らにとってはすごい広いスペースに感じるんでこの感じは大好きですどうしょうここもドーム型のちょっと特殊な水槽になってますけれどもあのご覧いただいていかがでしたかいやあのやっぱり魚を下から見るってことあんまりないじゃないですかこれ面白いですよねあ多分一人だったら結構長い時間ここで時間潰せると思います絵とか描き始めちゃうかも。 コいい <laughs> ラン君の似顔絵が描けないなでも、青山さんに勝てると思えないから、はい。ではあの本日ですけれどもあの、イベントの趣旨としまして、この水族館を海に浮かぶ海洋施設、パシフィック V に、えー、見立てた海中アフレコイベントということになりますので、あのアフレコパートに早速、移らせていただきたいと思います。 衣装もそのパシフィック・ベイの局長の牧野に寄せていただいたというあそうです、はい、これ、牧野の衣装にちょっと似せてます、かなり本店に近い状態でのア、はい、フレコとなりますあの、主人公のコナン君と、あとはたくさんの魚たちにもこう見守られながらのそうなんですよ、コナン君がね、<laughs> 横にいるんでしょ、アフレコするとき、めっちゃ緊張するわ、それ、まずちょっとアフレコに臨まれるこう意気込みというか、お気持ちを一言、意気込みですか、はい、いや、できればやりたくないです。<laughs> でもあの実際に、ね、あのコナン君に出てる声優さんたちってもうスター声優さんたちばっかりじゃないですかそういう方たと並んでやるっていうのがもう正直、緊張するんですけどでもあの、少しでもコナン君のファンの方はもちろんそうじゃない人にもアフレコの現場の雰囲気をちょっと見ていただきたいなと思うので一生懸命やらせていただきたいと思います。 はいありがとうございますでは音響スタッフの皆さんご準備をよろしくお願いいたしますうもうこれ見ただけで嫌だ <laughs> ではこのまま流れで本番を始めさせていただきたますどうしよう本番も真面目にやった方がいいですよね真面目に、<laughs> 本番こそ真面目にお願いいたします <laughs> <laughs> では本番参りたいと思いますではお願いいたします <laughs> フジラを見に行こう船と間違えておなんですぐ言わなかったの 船を呼び戻しますよせインターポールを待たせたくない遠いところお疲れ様でしたはじめましてパシフィック V 局長の牧野ですエンジニアのナオミ・アルジェントです決勝の白鳥と上司の黒田ですはじめまして今日はよろしくお願いしますでこの子が間違えて乗船してしまったという こんにちは。お名前なんて言うの?。僕、江戸川コナン。よろしくね。コナン君ね。よろしく。はい、ありがとうございました。コナン君、いかがでしたか?。ばっちりという会議をいただいております。なんだろう。涼しいのに汗が。<laughs> 汗が出てるな。<laughs> では早速このまま二つ目のシーンに移らせていただきたいと思います、はい、ちょっと声を張り上げるようなシーンになりますけれどもではお願いいたします大丈夫ですかワークは大丈夫ですか <laughs> <laughs> では本番お願いします今の言葉は撤回しなさい人種差別よそれにあなたあのさそろそろ時間じゃないああ総委員配信つけ すみません。レオン・ハルトはここに来るまでヨーロッパ各国の警察といろいろあったらしくファースストアクセスはいばっちり決めポーズまでいただきまして <laughs> ありがとうございました。 はい、じゃあアフレコパートは以上になりますのでスタッフの皆様機材の撤収とハンドマイクのお渡しをお願いいたします。はい、できました。ありがとうございます。お <laughs> なくいかがでしたか。マッチ。あ、ありがとうございます。これ便利だね。このポーズね。いろんなとこで使えるもんね。<laughs> <laughs> 今回あの、海中を模したこの水族館という場所、特殊な環境でのアフレコで、また本編収録とは違ったあの緊張感のあるアフレコだったと思いますけれども、実際にこうやられてみて、いかがでしたか緊張感しかないですよ、<laughs> この雰囲気で、<laughs> 皆さんねカメラ、カメラしか見えてない、カメラとか僕らしか見えてないんだろうけど、この雰囲気ですよ <laughs> 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 沢村さん、ご自身、こういう水族館でアフレコされたことっていうのはありますか <laughs> あ、前に3回ぐらいあるかな <laughs> ないです、初めてです、もちろん初めてです、いや、すごく不思議で、あのなんだろう、見終わった後にに、友達とかマネージャーと話したり話してる自分の声に違和感、こんな感じるようになって、不思議な感覚でした。ちなみに主演のなんか高山みなみさんは、あのこれからこのオープンする新施設の局長という。 なんか役柄の,その緊張感がいい意味でこうマッチしていたみたいなお話をされていたんですけれどもそうですねそういう見方をしていただけると実際の,あの牧野さんもこれから初めてそのパシフィック V の施設にある技術を使うっていう緊張感の中でいたのでそういう意味でいうと緊張感は出せてたのかなと思います。っと <laughs> としたたポイントですかか見,見終わった時のの一番の感想はとにかく コナン君かっこいいですあと今回あの灰原愛ちゃんがあのメインの一人として出てくるんですけど愛ちゃんも素敵でしたねなんか素敵でした <laughs> この年齢になってもまだキュンキュンできるんだなっていう発見がありました ありがとうございますあまりなかなか中身踏み込めませんけれども <laughs> でもこれで多分見終わった方たち全員が同じようなあの感覚を味わえると思うのでとにかくキュンとしますコナン君キュンとしますかキュンとします <laughs> 照れちゃってますね <laughs> ありがとうございました、えー、僕も実際に拝見させていただいたんですけれども、えー、映像はもちろんすごい映像がいっぱい出てくるんですが なんといっても映画館で楽しむのは音だと思うのでこの音響と映像のミックスされたコナン君をぜひ劇場で皆さん足を運んでいただいて劇場で見ていただけたら嬉しいですよろしくお願いします,いいす、ね、お二人ともありがとうございましたお二人ともありがとうございしました皆さ、うんお二人とうさんお二人ともありがとうございました皆様盛大な拍手を招いてくださいおりがとういまし